皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。アクアリストタカです。今日もね、レッドゲオファーガスの話をしていきます。よかったら見ていってください。前回ね、レッドゲオファーガスの、円錐浴やってみましたっていうところを挙げたんですが、その途中経過ですかね。こちらが、レッドゲオファーガスになりますね。反対側が目をね、ちょっとね、ポリプテルスにね、噛まれちゃって、目が、ちょっとね、ほぼ、潰れちゃった感じになっちゃいましたね。反対側見てもらわないとね、ちょっとわかんないんですけど、見えるかな。こんな感じですね。こんな感じ。見えてんのかどうかちょっと微妙ですよね。パクッと邪魔邪魔ですよ。邪魔ですよ。どうですかね、これね。治ってくれるといいのですが、今のところね、何とも言えないですよね。ただね、円錐浴やったんで、目が雑菌が入ってね、腐ったりとかそういうのは、なさそうですけど。ねえ、ゲオさん。で、一応ね、他にもね、ゲオいるんで、ちょっと、他のゲオの仲間たちを、ちょっとお見せしますね。はい、こちらですね。だいぶね、このゲオも、ね、成長してきましたね。4匹いるんですけど、こっちにはね。これ60センチ水槽ですね。ちょっと、光の反射で見にくいかもしれないですけど。これを今ね、成長させて、そうですね、来年の春ぐらいですかね。来年の春ぐらいには、アロワナ水槽に入れられればいいかなーなんて思ってます。この4匹もね、いずれはアロワナの水槽で、元気に泳いでくれるといいですね。こっちにもね、ブルーデンプシーがいるんですが、隠れちゃいましたね。はい。で、戻りまして。はい、ゲオさん。でね。良くならなくてもね、このまま、元気そうなんで、このまま飼育していきたいと思います。では、アクアリストタカのゲオのね、目の話でした。もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録。チャンネル登録よろしくお願いします。バイチャ。